当家で切腹をなさりたいと承った千々岩求めと申す老子が当家を訪ねてまいった。そこもとと同じ要件でな。存じません。お話もそうか。今流行りの狂言切腹に相違ございますか。流行り病のように風靡し、諸侯の方々も手を焼いておる次第。狂言切腹は姑息な貧乏浪士たちの間では申し上げた危機がござる。殿、何しに参られた。こちらに参り、俺も手前が存じよりのもの。父上、待ってくれぬか。美穂殿は命を懸けてお守りしたいお方です。夫が妻やこのために働くのは当然であろう。おかしなことを申される。もしも血の通うた人間であろう。人には皆それぞれ。くだらん、実にくだらん。切り捨て。一日だけ希望がお願いでござる。ましてや我らは割り符のごとく二人で一つ。武士に二言はござらぬ。